はい、前回に引き続きね、前回月、木曜日かな、うん、木曜日ライブさせていただきまして、前回はアンソニーの、はい、インタビューレッスンでした ね最新のスラングをもうどんどん10個くらいかな教えてもらってまだ見てない方は僕たちの YouTube に初めて拝見ありがとうございます、あげてますのでご覧ください。アプリとかの検索からスタディイン英会話と調べてもらえれば、うん、私たちのチャンネル来ますのでまたご覧ください、うん、はい、はい、で今日まさに私のチャンネルで動画、うん、英会話に関しての動画もアップしてるので、そうだね、日本人が間違えやすい英語フレーズね、また見てみてください。ありがとうございます。待ってました。今日も後で動画もらえますか。あ、そうですね、お送りします。ストーリー投稿してもらえればお送りするので、はい、よろしくお願いします。お願いします。 Can speak English、 あ、そうです、話せます、yes。 まあ、彼女ネイティブですね、はい、チャンネル登録してます、ありがとうございます。はい、ちょっと自己紹介いきますね。はい、はい、私が清家と言います。みっちゃんです。アメリカのロサンゼルスとサンディエゴの方に合計で10年ほど住んでいてました。一応帰国しようというものなので英語はネイティブです、任せてください。はい、よろしくお願いします、はい、インスタ終わったら YouTube、 ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日は 何するんですか。今日はもうちょっとね、言われた人もいますけど家庭法やっていきます。家庭法ですね、うん、皆さん、まあ、知ってはいるけど、うん、あんまり日常生活で使いづらい、うん、あんまり使えない方が多いんじゃないですか。そうだよね。それをね、ちょっとしていくんですけど、なかなか分かりづらいとそう思うんだけど、そう、はい、あの IF を中心にちょっと濃く学んでいくので、はい、このライブを見ればもう明日から日常的に使えるようになるので楽しみにしててください。楽しみにしてください。で、また今日もね、分かんない点皆さんあると思うので、うん、あ、苦手ですよね。苦手だよね。あのコメントいただければ私とみっちゃんが答えするので、うん、ぜひお願いします。はい、はい、で、あとは、この動画ですね、もし途中で見なくなっちゃうとか、うん、用事があるって方はストーリー投稿でタグ付けかな、うん、してもらえれば後でフル動画お送りするので。そうね、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ネイティブはね、家庭法を日常的にめっちゃ使いますね。日本語でも結構使いますよ。じゃあ後で説明します。はい、はい、よろしくお願いしま す、というところですね。はい、では行きましょうか。早速行きましょう。 Let's get this started。 スタート。最近始めました。ヒロピさん、ありがとうございます。ありがとうございます。タイムカップです。はい。今回ですね、はい、ややこしい家庭法というところで、うんうん、まあ、キーワードがこれですね。まあ、そんなことはありえないんだけどね、というのは家庭法の、まあ、コンセプト。ね、ありえない。そうですね。はい。で、さっき、あの、質問いただきましたけども、あ、ありがとうございます。残しますよって、あれに。うん、いや、ごめんなさい。YouTube にアップするので、YouTube 登録してもらえればすぐに通知きますよ。うんうんうん、はい。さっき言った通りね、家庭法って結構ね、使えるんですよ。うん、僕たちあんまね、こう、使いづらい印象を持ってるんですけど、例えば、なんか今だとね、コロナで、旅行行けたらなとか、うん、アメリカ今行けたらなとか、芸能人に会えたらなとか、うん、いいよね。ドラマ見れたらなとか、よく言うじゃないですか、日本語で。うん、言いますよね、こう何々したらなって。あれ全部家庭法なんですよね、うんうん、だからもう僕たちが使ってるのであれば海外の人もってかネイティブかな、うん、もう使ってるよね結構。そうだね、うん、なのでこれ使えればね、結構ね、会話の幅が広がります、うん、そう、めっちゃ簡単です。しかもあ、 YouTube 登録ありがとうございます。ありがとうございます。そこをね、ちょっと分かりやすくネイティブのみっちゃんと僕で説明できればと思います。はい、はい、で、家庭法皆さんどれくらいご存知ですかね。もうすでになんか、文法とかはしてるとかいらっしゃいますか。知ってたりとか、全く聞いたことないとか。確かに。どうなんだろう。オーストラリアの。お、ありがとうございます。ワンオクのタク、お、そうなんですね。これ実は言われたことありますね。そう、本当に。嘘嘘嘘。嘘。はい、YouTube 登録しました。ありがとうございます。家庭法どうですかね。うん、家庭法について。まあ、苦手って言ってる人多かった、ね。多いか、うん。全く聞いたことない方いたらおっしゃってください。うん、昔ありました。昔ね。ありがとうございます。はい、ただね、家庭法の前にちょっとね、 if、 今回 if なんですけどね、中心的には、はい、if の使い方2つ紹介できればなと思います。これちょっとごっちゃになっちゃうんでね、うんうん、これ皆さん見えてますかね、上の文章と2つ文章あります、うん、これ読んでみようか、上の文章、はい、 if you are too busy you can do it later、はい、if you are too busy you can do it later。 そう、今この上の文章、これはね、家庭法ではない、うん、直接法という言葉なんですよね、うん、これ今回のトピックとはずれるんですけども、うん、皆さん間違えてしまうのでちょっと説明します、はい、直接法っていうのは家庭語と違って単純に条件を表します、うん、ほうほう、なんでかというと、例えばこれだったら If you are too busy というところで、例えば、この人、あなたがね、あの、忙しいか忙しくないかっていうのは、うん、本当に半々ぐらいで、どっちになるか分かんないけども、仮にあなたが、忙しかった場合はあなた後でやっていようという、うん、いや、ほんのただの条件です。そうだね。はい。ここポイントです。ただの条件。はい。
覚えておいてください、はい、で下の方を読んでみる、はい、If I were not busy I could do it late I could do it now SorryIf I were not busy, I could do it now. はい、これがですね、仮定法ですね、うん、これ意味としては全く変わります。これはいわゆる仮定法ってね、さっき言った通り何々できたらいいのになっていうニュアンスなんで、うん、実際に起こらないことを言ってます、うん、もしくはもう起こらないに等しいぐらい可能性が低いことで言ってます、うんうん、なので、If I were not busy, I could do it now っていうのは、うん、もう私はですね、ビジじゃないで、忙しいです、うん、忙しいんだけども忙しくなかったらなって言ってるので、上の直接法とは全く意味が違いますね、うん、はい、わかりますかね。この違いをちょっと覚えておいてください。微妙な違いがね、はい、あるもんね。文法的な違いも一応あります、はい、今のこと、例えば現在のことを言ってるんだったら、うん、直接法はそのまま現在形で言います、うんうんうん、If you are too busy are っていうのは現在形ですよね、うん、ただ仮定法っていうのはですね、現在のことでも過去形にするんですよ、うん、これが実践の違いです。うんうん、はい、これ今質問いただきました。過去形の現在なのか分かんなくなると、これがね、後で説明します。これどういう意味かっていうのを説明しますね。ややこしいね、うん、もし宝くじに当たったらなどは仮定法ですか、そうです、うん、宝くじに当たったらなーっていう妄想なんでね、妄想です、仮定法っていうのは。妄想ね。そうで、なんで過去形使われるのかっていうのが分かれば皆さん結構使えると思うんで、それを説明しますね。はい、お願いします、はい、これですね。これ全て読めるかね。これは読めなかったら言ってください、うん、みっちゃんが音読します。はい、これですね、まあ上からちょっと順を追っていきますね。分かんないことあったら聞いてください。はい、はい、もし仮定法っていうのはですね、妄想です。はい、ないないならなーという妄想、うん、で過去形を使います。うん、文の型としては2つありますよね。ないないだったらないないっていう2つ主語述語2つありますよね、うんうん、で1つ目の方が動詞の過去形を使います。 if 例えば見るだったらそうとか、うん、で後ろの方が助動詞の過去形、うん、例えば 何かの助動詞の過去形って could、うん、would should とか would とか could とか使って動詞の過去形、これが型です、うん、で皆さんこの中でそこで疑問点思うのが、いわゆる過去形ってなんで過去形使うのかみたいな、うん、今のことなのになんで過去形っていうのがあると思うんですよ、うん、なんでこれはそう、まあ、ネイティブのねみっちゃんの中にいろいろ聞いた結果出たのがですね、はい、これ距離です。うん、距離がポイント。ネイティブっていうのはですね、過去だから過去形を使ってるっていうニュアンスではなくて、うん、距離があることに対して過去形を使うんですよ、うん、これ、まあ、この図に表してるんですけど、例えばそのまま過去形だったらですね、なんか過去形なんかある？過去形、うん、I had pizza last night。 そう、もう一回言える、ちょっと小さいかもしれない。 I had pizza last night。 昨日、昨夜、ピザ食べましたと、うん、はい、いうことですね。これは単純に今から昨日までの距離がありますよね、うん、これをまあ距離があるから過去形って言ってます、うん、これはまあ当たり前の話ですよね。僕たちも過去形は過去形として使ってるんで、うん、で逆に仮定法、これも実はね距離があるんですよ、うん、なんでかというと、まあさっきそうかな、その距離っていうのはですね、時間的な距離ではなくて、いわゆるですね、現実の世界と妄想の世界との距離です、うん、はい、わかりますかね。あ、留学生の時先生が距離って来ました。あ、そうなんですよ。ネイティブは距離と思ってるんですけど、うん、そうそうそう、いわゆる例えばね、現実の妄想の世界、例えば、現実離れのニュアンスがね、そう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 、ナイナイと、例えばなんだろうな、有村架純とつけたらなーっていうのは、いわゆる妄想じゃないですか、ね、今の現実世界とのその次元の違いがありますよね、うん、妄想と現実の距離、うん、これが離れてますよね、うん、だから過去形を使ってるんですよ、うんうん、このネイティブの方は、はい、はい、そこを覚えてれば結構納得すると思います。距離です。他にもありますよ。例えば例えばですね、あ、そうですね、人との距離っていうのもあります、うん、例えばめちゃくちゃ偉い社長さんとか来た時に、うん、普通僕たちで結構萎縮するじゃないですか、うん、萎縮してちょっと人としての距離感じますよね、うん、社長と僕だったら、例えば総理大臣とかでもいいけど、うん、それだと距離があるから丁寧形で助動詞を過去形とかにするんですよ、うん、皆さん分かりますか？屈中とか宇宙ってなんで過去形なのと思ってましたよね。それは人との距離があるからです、うん、偉い人と自分との距離があって、うん、そこを表すから過去形使ってるっていうのが、まあ、ネイティブのイメージ、なんだろう、イメージっていうか、なんで過去形を使って、まあ、過去形っていうのもね、まあ、日本語ですけど、うん、その過去形という言葉に直してるのはその距離がポイントです。ポイントだね、はい、これが分かれば大体なんで使うのかっていうのが分かると思います。ウッドの使い方が
そうなんですよね、有村架純。あ、ちょっと例で出させていただきました。はい、ごめんなさい、ちょっと質問見てなかったんですけど、うん、距離があるから過去形を使うってことで、そうですね、なんで過去形って思ってるままだと例えば使いにくいじゃないですか、なんか腑に落ちてなかったら、うん、けどもネイティブのイメージを引っ張り出すと要は距離ってことです ね、 そうだね、人との距離、現実世界と妄想の距離、うん、あとは時間的な距離とか、距離があることに対して大体過去形というものを使ってます。わかりやすい、はい、距離って感じ、現実の素晴らしい、わかりやすい、はい、ちょっとごめんなさいね、お店の人お願いするとクッチお願い丁寧すぎますか、あ、まあでもそうだよね、うん、あ、全然もう大丈夫です、そうです、まあちょっと極端な例で総理大臣とか出ましたけども、うん、いわゆる初めての人で人との距離があるとか、うん、っていう場合はこの距離を表してるんで、うん、過去形というのも使いますね、はい、宇宙とか、あ、そうです、あ、そうです、キリさん、距離丁寧、まあそうです、そうです、人との距離、まあ丁寧、うん、そうです、もうさっき言ったところですね、はい、なのでこれを覚えていれば面白いですよね、なんか別にストレスなく覚えれると思います、うん、なんでみたいな、位が高い立場の人でも距離感が近いだと過去にならないですか、まあ例えばね、社長さんだったとしても社長とめっちゃ仲良くてこう日本語で言うとタメ口を使える関係性みたいなだったら別に使わなくていいってことね、そうだね、使わない、そうそう、要は距離をあってちょっと丁寧にしたい時に使うイメージなんで、イメージだから、はい、先生も過去形ですか、まあさっきもそうです、先生がちょっと初めて来た先生とかで、まあ、日本で言うとこう敬語を使うようなこの距離感だったら過去形を使います、うん、ただもう仲良くなりすぎて距離が縮まってる状態だったら、ね、現在形というか普通の言葉に対して言いますね、うん、はい、過去形じゃなくても失礼にならない、どう、これはちょっと俺失礼にはならない、うん、もちろんその立場がめちゃくちゃこう上の人で距離がすごく人間的に距離がある人に使ったら、はい、まあ、失礼と捉えられる場合はありますけど、でも例えば先生の場合、生徒と先生のすごい距離が近い仲いい人だったら別に失礼にはならない、普通に仲がいいから、まあそうね、うん、仲いい人に関しては初めて会った人とかだったらちょっと例えば今エイポンさん使った Will you とかだとちょっとストレートすぎるかもしれないっていう感じかな、うんうんうん、そうだね、ちょっとその通りです、そうだと、うっちを使うとまあやつは丁寧になったりする、うんだからそこもまあまあちょっと今回の家庭語とは違うんですけど、うん、なんで過去形を使うかっていうところですね、はい、はい、OK かな、クッドとウッドの使い方がはっきり分かっていないというところなんですけど、うん、これは分かるかな、これはちょっと細かいのまた説明したいね、うん、そうだね、うん、クッドとウッド、まあ、うん、クッドっていうのはいわゆる可能かどうかを聞いて、うん、前提がちょっと違いますね、例えばですね、クッドに関しては相手ができることを僕はもう知っていて、それが可能かどうか聞いてるニュアンスっていう感じです、うんうんうん、はい、ウッドっていうのは相手が可能かどうかは僕は分かんないんですけど、とりあえずやりたいかやりたくないというかただ僕の意思をお伝えしてるっていうイメージですね、わかりますか、なので結論から言うとクッドの方がちょっと丁寧です、都合大丈夫ですかって聞いてる感じ、うんうん、ウッドはまあ相手ができるか分かんないけどこれやってくれませんかっていう感じ、はいはい、微妙にクッドのが丁寧っていうイメージ、わかりやすい、はい、これはちょっと先生留学中の先生に教えてもらったんですけど、お、そうなんだ、はい、お二人の間で宇宙クッチはもう使わないですね、うん、この間柄なんでやっぱ距離が近いんで、はい、まあ使っても別にいいけど、あ、いきなりどうしたのって、そういわゆる距離を測る言葉なんでという形です、はい、なのでちょっと家庭法に戻しますと、この文じゃめっちゃ読める、はい、 I really want a new pair of high heels、うん、If you bought one for me, it would make me so happy. はい。これはもう一回いけるか? I really want a new pair of high heels. If you bought one for me, it would make me so happy. はい。日本語に訳すと、ここに書いてある。新しい入りすごく欲しいんだよねと。もし買ってくれたらめっちゃ嬉しいなというところなんですけど、これ if 使ってるもう仮定法なんで、うん、そもそも買ってくれない前提ですね、言う人は勝手に言えば買ってくれたら嬉しいなっていうただ妄想っす、なんか結構使えませんかこれね、妄想とよく日本語で言うけどね、うん、これ買ってほしいなとか買ってくれたらいいな、宝くじ当たらなとか、うん、めっちゃ使えるんですよ家庭法って、はい、うん、ジェミさん、Will you だとしてくれるって感じで、ブッチだとしてくれませんか、まあ、そうですね、うん、そうです、まさにその通り、相手の都合というか自分の押し付けてる、ただ押し付けが丁寧か丁寧じゃないかみたいな、丁寧に言っとけば間違いないです、そうですそれは、はい、という感じですね、なのでまあ距離感、彼氏に使う、彼氏に使えそう、どういうことですか、距離感付き合いたての感じかな、
I wish I could、 それできてよかったなっていう感じ。あ、そうですね、うん、あの if とはちょっと別なんですけども、 I wish というのが if の代わりになる言葉としてある、うん、あるやね。そうだね。 それちょっと用意してたんですけど、いいポイントですね。これですね。ちょっと 下画面ですね。 下の部分、後半の、はい、これ学校で習った人もちょっといると思うんですけど、うん、あの if の代わりに I wish って使うんですよね、うん、I wish I had a girlfriend。 あなた言ったっきりだね、はい、I wish I had a girlfriend、はい、I wish I had a girlfriend。 彼女がいたらいいのに。そういたらな。意味は同じです、うん、さっきの仮定語と同じです、うん、はい、これもあの意味として同じ、文法も同じです、うん、あの過去形を使います。なんでかというと現実と離れてることだからですね。そうだね、はい、ってなった時によく質問くるのは hope、うんうん、僕も俺も結構質問、あの疑問だったんですけど、ホープは使わないんですよ、仮定法過去と、うん、でもウィッシュは使うんですよ。この違いをですね、さっきみっちゃんに聞いたんですけど、うん、まあどんな感じ、まあ書いてるけどそうだね、ウィッシュはもともともう現実ではないし、もう起こり得ないっていうことに対して使う言葉で、うん、逆にホープっていうのは起こるかもしれないし、起こらせることができる、現実にすることができる事象に対して使える、そういうこと。いわゆるもうほぼめっちゃ達成できそう、まあ、自信がめっちゃあるって感じです、うんうん、そう、めっちゃできるって。 wish はちょっとこうネガティブって感じかな、まあ極端な話、こうできないと思ってるけどちょっと願ってるっていう感じが、うんうんうん、なんか戦争終わったらいいのになとか、うん、例えば、ね、そう彼女できたらいいのにな、できないと思ってるけど言いたい時けどめっちゃもう絶対できると、うん、あの今いい人がちょっといて、うん、あのクリスマスに、まあ、告白する予定でその時なら付き合っている可能性があるんだったら、うん、ホープっていう感じですね。付き合ってたらいい、そんな感じ、うん、そうそんな感じです。ただそれも、まあ、ちょっと仮定語とはずれますけども、うん、使い分けるときは言ってください、うん、はい、はい、違いがね、はい、ウィッシュってあ、ウィズか、ウィッシュかな、ウィズ、あのグラジゾースコーさん、うん、現実非現実挟まってニュアンスに変えがって間違ってますか。ウィズ、ウィズじゃない、ウィッシュかな、ウェスのことかな。ウィッシュですかね。ウィッシュだったらそんなイメージですね。うん。はい。ウィッシュ。ウェス。ウィッシュ。あ、ウィッシュ。はい。そうです、そうです。狭間。そうだね。狭間。そうですね。まあ可能性としては起こり得ない可能性が高いっていうようなイメージですね。うん、まあ合ってます、合ってます。細かく言うとそんな感じですね。I wish on a star。I wish upon a star。これ何？星に願う。あ、はいはいはい、いいですね。星に願いを、そう。はい、星に願いを。これもまあ、ね、叶うか分かんない。叶うか分かんない。かなと思ってないことに対して言う感じです、うん、はい、そうですね、はい、今の時期 I wish I could travel around、 何どう実現しないのかネガティブになっちゃう、これどう、うん、今の時期ゆかさん I wish I could travel around だと実現しないとしないと思う、お前あネガティブになっちゃう、 I wish ネガティブな、ネガティブで意味にはならないですよ、うんまあでもね、近いうちにはまだまだトラベル、あの旅行できないんだなっていう、ね、ニュアンスを込めて言ってる、まあそう、ちょネガティブ、ちょっとさっき僕極端な話言いましたけど、まあ、できないって思ってるんだろうなっていうニュアンスを持っちゃうって感じですね、うん、はい、行ったからといって別にネガティブな、そう、ネガティブじゃないですけど、ね、行かない、行けないなっていうニュアンスが響きます、うん、I wish I was fluent in English、 あ、Perfect sentence、 いいですね、うん、でも wish ないと hope にしましょうよ、 hope にはい、そうだね、はい、できるんでね、英語を勉強していけば、うん、ネイティブは仮定法を使うときは結構ポジティブな意味を使うことが多いですか、うん、どう、どっちも多いよ、どっちも、うん、本当にだから日本人でいうと妄想ですよね、うん、これができたら、ね、会えたらなとか、コンサート行けたらなとか、うん、好きなアーティストのとか、うん、彼氏と会えたらなとか、うん、彼氏できたらなとか、うん、だからまあポジティブっていうか、まあどっちも使うってイメージですね、どっちもある、うんうん、そこで分けてはないです、うん、はい、ありがとうございます。大学も家庭を兼ねると黒板に叩かれたらいつもね確かに漢字が長いんでね、漢字多すぎだよね、はい、これ上ちょっと説明しなかったですけども、はい、家庭を過去完了っていうのは過去の妄想ですね、うん、ちょっとこれでねこんがらがる人もいるんですけど、うん、さっきの家庭法過去っていうのは今の妄想ですね、会えたら旅行行けたらなみたいな、うんうんうん、家庭法過去完了っていうのはなんか小学校の時あの運動できたらなみたいな、うん、運動が解けたらモテたのにとか、うん、東大受かってたら今頃そのいい会社入ってたのにとか、うん、過去のことに対しての妄想に対して言います、うん、だからもう絶対に現実は起こってないことを言います、反現実って感じです、うんうん、はい、で文法としてはこの赤文字ですね、はい、最初の何々してたらっていうその最初の文が過去完了ですね、あの had プラスなんていうんですかね、過去分詞か、うん、
の形、ここだと読めるかな、はい、英語の文ね。そうそうそう。 If I had not been busy, I could have done it then. If I had not been busy, I could have done it then. そう、忙しくなければその時それできたのになっていうイメージです。 had、うん、まあ過去分詞、うん、で後半の文が助動詞プラス完了形、助動詞の過去形プラス、完了形ですね。まあ一個時制がずれるというイメージですね、うん、さっきと上昇と結構ややこしいですよね。これはまあややこしいね、シャドーイングとか話すことを繰り返していけば使えるようになります、うん、で結構使えます、この過去完了って、うん、さっきみたいに昔あの人と告白してたら付き合えたのにとかってたまにね同窓会とかで言いますよね言うくない、まあ、思うかもしれない、何時にできたらなとかだからこれ覚えればねめちゃ会話の表現広がるんですよ。確かにね。そう、ごめんなさい、ちょっと We wish you a merry Christmas は実現しないと思ってる歌詞になってる。もう確かにそうなりますよね、まどかさん。まあそうだね、今ので考えるとまあそんな感じなのかな。ちょっとこの歌に関してごめん、正確なのが分かんないです、うん、はい、まあ、うん、テイラー・スウィフト I wish you would って曲がこう分かる。テイラー・スウィフト I wish you would の曲、どの曲か忘れちゃった。でもまああの意味としては I wish you would、あなたが何々 would の後に来る動詞、あなたが何々をしてくれたらいいのになって願ってる文です。ああ、ちょっと可能性は低いけどできたら嬉しいなーっていう、そう、こうやってくれたらよかったのにっていう感じなんだ。本当にそう。何の曲なのかちょっとお手柄好きとは思わないけど、結構分かるかなね。私も手柄好きだけどちょっとそうだよね、知らないんだあ、ごめんなさいにわかファン、はい、スカントニシャの技でわざわざ I why になるんですか。これどうですか、なぜ I was なんか、あ、これはですね、いい質問です、ね、ハヤトさん、うん、ハヤトシオさんですね。そう、本当の文法だと過去形の場合は I was、 were ではなく was になるんだけども、うん、そう、今回は、仮定法の場合はもう were になるっていうルールがあるんだよね。そうですね、これはもうルールなんですよ、うん、これはもうルールと覚えてください、うん、なんかネイティブのこういったニュアンスみたいなのはないです、うん、はい、was は仮定法の場合 was っていうのは were になるっていう。だから逆に I were とか he were って見たらもうこれは仮定法だって思って大丈夫。確かにね、これ文法的な、うん、あれポイントですけど、はい、ありがとうございます。理屈分かってても文にできても口に出すとパニックって会話では出せませんというところですね。これは分かりますね、うん、これはねもうシャドーイングですね。まあ僕たちの投稿でもいいですし、 YouTube とかね、うん、あとは映画とかによく出るのでね、それをこう、ね、話していけばあの自分のなんだろうな武器になる、使えるようになるので、はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。過去形と過去完了どっち使えばいいか悩むときあります、うん、これ一旦日本語に直してみるのどうですか、うん、何々できたらなとか何々したらよかったのにみたいな、今ので言うとね、過去にあの人と告白してたら付き合ったのかもしれないとかだったら、うん、仮定法過去です、過去完了ですし、うん、うわ今あの人に告白して付き合えたらなだったら現在あの過去形だったのかもし、うん、なんかちょっと日本語とかくれればあのあまあ言いますよ全然、はい、はい、ちょっと待ってくださいね。和の例文お願いしても構いませんか。和の部分とかある、まあ簡単な文でも大丈夫だけど。和の例文、はい、if I were a boy、うん、if I were a boy I would have worn pants、はい、どういう意味私が男の子だったら今ズボン履いてるかな、私今スカート履いてるんですけど。あ、なるほどね、まあ女性でもズボン履くけどね、いやいや、そうだけど、まあ、今夜男だったら今夜ははい、みたいな感じ。 If I were you、 よく a boy とか、そう、 If I were you も言うね、うん、俺が僕あなただったらみたいなところで、うん、If I were you って言いますし、ね、私が男だったら、あ、女だったらとかで、うん、If I were woman とかいいかな、うんうん、はい、どういうとこですかね。はい、ワンオクロック分かんないですよ、ごめんなさい。はい、英語を使った、いつか英語を使った仕事ですね。トフルとかアイエルスという資格を取ってたらつきやすいですね、うん、はい、トイックよりかはちょっと、はい、これアーカイブに関してはこう YouTube に載せますね、載せるのであの検索画面で、スターリン英会話と調べてもらえれば過去の英会話含めた全てのライブ動画を送りあの載せてるので、うん、見てみてください。そうだね、見てみてください、はい、チャンネル登録まだしてなかったらお願いしますはい、You guys are cute、 ありがとうございますはい、ウトッピさんですね。今日まさに仕事にオーストラリア人のオーナーに、うん、You should have thank you と言われました。おさらいしたら、お、どういう意味になるの？いいね、これは、まあ、全然、うん、あの、oh, you shouldn't have、やんなくてよかったのに
You shouldn't have done it、うん、そう、やらなくてよかったのにありがとうっていう、もう本当にお礼の言葉だね、うん、これは。そうですね、まあ、仮定法のニュアンス入ってますね、これ、あの、うん、もうちょっと上級だとね、 if 使わなくても仮定法の表現ができるんですよ。それちょっと今度説明しますね、上級編ってことで、今回 if に限った話をしてるんですけど、うんうんうん、あの難しいところだと思う、 if を省略してあの後ろの文だけ言って仮定法だよねみたいなことを言うような文章もあるんでね、うん、はい、はい、これはそうですね、実際に使われてる、実際に使われてるってことですね、仮定法っていうのは。めちゃくちゃ、チャンネル登録します、ありがとうございます。英語を使った仕事って例えば何ですかと、ああいうとですね、これいろいろありますね、はい、もう調べてるの結構ありますよ、まあ、現地のね語学学校で働いてる人もいますし、日本語教師として働いてる人もいるし、翻訳家さんとか、そうです、現地の大学と通って現地の普通のオフィスワーク働いてる人もいるし、 YouTube とかね調べてもらえば現地で働いてる人も出るし、見てみてください。はい、今度分子構文、分子構文難しいですよね、分子構文、分子構文次回作ります。はい、はい、という形ですかね、ちょっと質問、あ、はい、テイラー・スウィフトの曲の解説説明してほしい。そうですね、ちょっと、ね、はい、できればなと思います。今後インスタライブとあと YouTube ライブっていうですね、ちょうど明日も YouTube でライブを初めてするんですが、 YouTube ではそういったこうちょっと今後インスタライブではできないといいますか、違うジャンルのこともやっていきたいなと思いますので、はい、その中その一つとして曲の解説とかも、そうだね、あのまだちょっと決まってないですけど、するかもしれないです。テイラーは、はい、リフトに乗ってるから、はい、YouTube ライブって皆さんご存知ですかね、また調べてみてください、はい、明日それをって明日の、ちょっとまたストーリーであの宣伝といいますか、告知しますね、うん、はい、サポーズの仮定法、あ、これ重要です、サポーズも仮定法として使われます、うん、どれくらい使われる、どれくらい、あんま使わない、まあ使うと使う、どれくらい、どれくらい、うん、if よりかは使わない、 if の方が使う、 if の方が使う、うん、なん、どん、1日で1回は使わないかぐらい、1日1回使うか使わないかぐらい、あ、1日1回か使うか使わないかぐらいです。まあでも結構使えますね、うん、それだったら、そうだね、うん、使う方、サポーズも上級編ですね、上級編だね、サポーズで仮定法の意味を表すことができるんですよ、うん、はい、これまあちょっとあの上級編でいきますね、はい、shouldn't have done it、 やるんじゃなかった、 shouldn't have done it、 やるんじゃなかったで合ってます、そんな感じです、言ったことあるのかな、はい、ありがとうございます。テイラースみんなテイラー好きなのね、将来英語を使った仕事を、あ、はい、将来使った仕事、ちょっとそれ分かりました、ちょっとトピック組んでまたやりましょうか。仕事の、はい、ビジネス英語とかね、一つなんで、はい、ちょっとあと 2,3 問答えてちょっとあれしましょうかね、うん、はい、アイアムアイリさん、洋画の中で会話で I would よく来ますが、これは仮定法で if を省略してるんですかというところなんですけど、うん、どうかな、洋画の中でああいうとよく使われるけど、セリフによるかな、場面とか、そうですね、省略せずに、うん、言ってる時、あのパターンがいくつかありますね、うん、あの私たちのウッドの、YouTube でですね、ウッドの紹介動画も作ってるんですけど、うん、その中の一つとしてウィルの丁寧なバージョンって言ってるんですよ、うん、だから文章によっては丁寧にああいうとを使ってるかもしれないですし、うん、状況によってはその今の仮定法を言ってるかもしれないですし、うん、その前後の文章によって変わりますね、うん、うん、私だったらこうするのになだったら仮定法だし、うん、I would like to なんちゃらとかだったらね、何欲しい、丁寧に言ってる可能性じゃないし、 ね、それちょっと文章によって変わりますね、そうだね、はい、極めが必要、はい、なんかあの前後 の、 あの文章あったら教えてください、うん、はい、ですね、あと2問ぐらいですね、ゆかさん、赤澤さんですね、その時しておけばよかったのにと相手に伝えている時はどう使えばいいですかと、もうその時何々しておけばよかったのに、それやったらよかったのにとか、I wish I would have done it. I wish I would have done it. 相手に言うときはね、あなたそれしたかったよかったのみたいな。あ、ごめんなさい、相手にだね。仕事をしたよかったね。宿題できたやったよかったのみたいな。あ、oh, You should have done it. You should have done 何々。あ、ah, You should have done.、Mm, you should have done. If そうだね。その時しておけばよかったのに相手に。You should って感じよね。うん、You should、はい。If でも使えるの ？If はそうだね。If。まあ、何々しておけば何々できたのにっていう文章だったら if 使いますね、うん、この文章だけだったら you should と、うん、have そうっていう形で、前後が必要だった、そう、うん、条件があるんだったらね、何々になっていう感じで、はい、っていう形ですかね、はい、はい、男性の方にじこりそんな英語話してないです、あ、ありがとうございます、はい、にじこり、はい、という形でちょうど30分なので、はい、今回はちょっと仮定法初級編というところでね、うん、はい、あのお伝えさせていただきました、はい、if 省略されるときありますあるので、そう、次回 if 次回と言いますか、次のトピックでね、うん、if の上級編を できればなと思うので、その時皆さんご覧ください、はい、はい、
というところですね。はい、皆さんどうですか、なんか、ね、あの今回は if の過去仮定法と仮定法過去完了のなんで過去形が使われるのかっていうのがポイントとしてお伝えしました。はい、はい、途中から見た方はまたあの YouTube にも上げますのでチャンネル登録お願いします、うん、はい、お願いします、はい、そこで通知も行きますのでね、うん、あとはまあこの動画も明日お送りするので、うん、もしあの復習をしたい復習したい方がいたらこの画面スクショいただいてタグ付け、私たちのね、うん、名前タグ付けしてストーリー投稿いただければ送っちゃいますから、うん、はい、はい、というところですね。で次回のインスタライブは、木曜日ですね。木曜日9時ですね、はい、何をするでしょうか。はい、今回は次回は恋人に使う英語です。はい、あのリクエストも最近多かったですね、うん、はい、恋人に使う、まあ、いわゆる文法というよりかはフレーズだったりとか、うん、好きな人とかね、はい、恋愛のシーンにおいてお伝えするので見てみてください。そしてまた明日ですね、 YouTube で、うん、YouTube ライブをします。ちょっと詳細は後ほどストーリーで告知しますので、はい、はい、皆さんそれまでにチャンネル登録していただければ嬉しいです、はい、ちょっと違うジャンルをする予定なので、うん、楽しみにしてください、はい、ということですね。いつか会いたいです。ありがとうございます。あ、みーちゃんかな。でもそれはいや、錦織選手。あ、錦織ありがとうございます、はい、Okay, how was it guys? I know it was quite complicated, but ちょっとでも分かっていたら嬉しいです。そうですね、分かんないことだったら DM いただければ、うん、あの後でお答えするので、yeah. Send us a message and we'll answer you individually. Okay, we'll see you on Thursday 9 p.m. Yeah? Okay, we can't wait. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Bye. Thank you.